まゆかの教えてあげる。怒涛の G1 ラッシュが再開。まずは秋華賞、当てるしかない。競馬コンパスはたくさんの項目からあなたの好きな要素を選んで世界に一つだけの予想ができるんです。今週は G1 秋華賞、三歳牝馬クラシック最後の一冠。勝つのは G1 馬、それとも別路線組。そしてこのレースは競走馬の着順評価を重要視してデータ予想してみます。果たして今週の本命はどの子。本命は8枠16番オメガハートロックになりました。写真を見てみると骨折のブランクを感じさせない馬体で着実に成長しています。そして対抗は3枠6番湘南パンドラ。3番手は2枠4番ヌーボレコルト。4番手は8枠18番セウアズールという予想結果になりました。ということでまゆかの秋華賞の予想結果は本命8枠16番オメガハートロックになりました。デビューから2戦2勝の素質馬、9ヶ月ぶりの競馬となりますが3連勝で G1 制覇を狙います。そしてこの競馬コンパス、パソコンソフトに加えこちらスマートフォンでも使えるんです。これでいつでもどこでも自分ならではのデータ予想ができるようになりました。登録はとっても簡単。ご覧の電話番号にかけるだけで OK。 あなたもデータを駆使した自分のオリジナル予想をしてみてはいかがですか。以上、まゆかの教えてあげるでした。